よかったならよかった。MV 見たよ。そうなんですよ。今日ね、LINE ライブで初公開されて、9時ぐらいかな、YouTube の方でも公開されたんですけど、ジャケット写真と一緒に。はい、STU48 のサードシングル、大好きな人のミュージックビデオが先ほど公開されました。全員選抜、STU48 全員選抜ということで、私も歌ってます 歌ってます。クマ、ありがとうございます。やばい、くしゃみ。間に合わんかった。 くしゃみ出た。ただ、間に合わなかったよ。止めようとしたんだけど。 恥ずかしいわ。恥ずかしい。テーブルを。ハートありがとうございます。だるまもありがとう。ハート、いびつ。皆さんは大好きな人聞いてくれましたか？大好きな人聞きましたか？もう何回再生しましたか？ もう10回聞いた人がいる。早っ。 早いな。1万をもうめっちゃ貢献してくれてる。再生回数に。大好きな人ポーズして。大好きな人ポーズ、これかな。涙がーの涙ポーズ。 おでも皆さんめっちゃ聞いてくれてる。イエーイ。 ありがとうございます。ちょっとね、切なめの曲になっております。歌詞とか。皆さんもね、大好きな人がいると思うんですけど、その人を送り出すような歌ですね。もう歌詞覚えた。いや、それがね、まだなんか覚えてるけど、ちょっと見ないと不安って感じ。いや、歌詞は手元にあるんですよ、それが。じゃあ早速オキポが歌ってあげましょう。 オキポが歌ってあげましょう。 まだね、ちょっとレコーディングして、ちょっと日がそんな経ってないのであれなんですけど、いきます。STU48 サードシングル、大好きな人。チュン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 。これ低いよね、最初が。歌えるかな。 低いのよ。愛とは何なのか、やっと分かった。君のためならば我慢できるよ。突然さよなら、僕から告げたのはどこか不安げな背中を押したくて。好きな人、幸声で叫んだ。涙が止まらない。低いんよ。いつか君が話してくれた夢の
続き、気になっていたキラキラしたあの眼差しをこの街出てもずっと忘れるな、そう大好きだから、ここで見送ろう、どんな悲しみよりも愛は強いんだ、もう別れのわけは説明つかない、いつか君が言ってた夢が叶う、それだけで涙が報われる、チャンチャンルルルンテトゥチュルルルトゥルルルチュルトゥ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 チャン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 、ずっと思っていたよりもっと好きだった、君の泣き顔を見て心が切なくて、でも大好きだから、無理に微笑もどんな悲しみよりも愛は強いんだ、もう大好きな人幸せになれ、僕は海に向かって大声で叫んだ、涙よありがとう、チュン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 です。結構サビとか大サビは一緒だからすぐ覚えやすいかもしれないです。難しいね、歌がね。好きな歌詞どこ？好きな歌詞は思った、今見ててめっちゃいいなって思ったのが、いつ2番なんだけど、いつか君が言ってた夢が叶う、それだけで涙が報われるっていう、なんかタイムリーだなと思って、うん、好きな歌詞、いや好きな歌詞はいっぱいあるんよこれ。好きな歌詞はねめっちゃあるんですよ。でもでも大好きだから無理に微笑も、どんな悲しみよりも愛は強いんだとか、めっちゃいいなって思います。これはね、私もうミュージックビデオ撮影日ももうワンワン泣きながらもう歌ったよ本当に歌詞がね刺さるねぜひ大好きな人をいっぱい聞いてください。涙が報われる、聞いてください。そう、あゆみさんとねゆらちゃんを送り出すような、あとももなさんもね、桃村さんとあゆみさんとゆらちゃん、のようなそんな
歌だなと思いましたね。うん、タイムリー、タイムリー。うん。ただまあファンの人もこうすごい3人の卒業、3人の卒業をすごい悲しんでる人も多いと思うんだよ。まあ多いんだよ、それはもう仕方ないんだよ。そう、もう思うことは仕方ないんだよ。でも今泣いててもね、その卒業したメンバーのね夢が叶ったらもうあなたの涙は報われるんですよ。うんうん無駄じゃないんだ、だから泣いとけいっぱい泣けうん、いっぱい泣きなさい、いつか報われるから、その涙は絶対うん、いいこと言った言ったのかな、わかんないけど。おぎゃー、それは生まれたねうん、いい曲だよ、本当に本当にねちなみに歌割りなんですけどね、あの私が歌ってる箇所がですねあのね1番はね歌ってないんですよ、サビも含めて。2番から私の声が入ってるんですけど、2番の A メロの一番最初に2小節、いつか君が話してくれた夢の続き気になってたと、2サビの夢が叶うそれだけでまだでまで歌ってます。涙が報われるは歌ってないです。で最後落ちサビから行ってウォーウォーウォーから歌ってますもう伝わるかなこれ。ウォーウォーウォー大好き、どんな悲しみよりも愛は強いんだが歌ってなくて、ウォーウォー大好きな人幸せになれ、僕は海に向かって大声で叫んだ涙よありがとうを歌ってます。1番は、声が入ってないので、あのおじちゃんの声を探したい方は2番から聞いたら多分わかるかな、どうなんだろう、結構大勢で歌ってるからむずいかも。ぜひ仮歌の男性の歌真似できる。仮歌の男性多分ね、多分若干コーラスで入ってると思うんだよね。さっき完成したミュージックビデオ聞いたんだけど、あのねシティの仮歌、まあ48の仮歌の方はほぼ大体の曲一緒の人なんだけど、男の人か女の人かなんだけど、男の人の時は大体一緒の人なのね。それはねコーラスで入ってるの。だからね風を待つのね、なんかシャラララシャラララって言ってる人だと思うんだ後ろで。でね今回も多分入ってるんだよね、なんか男の人の声が聞こえるんだよね、すごい上手いの。大好きな人幸せになれ、これをねまいちゃんが影響を受けてね同じ歌い方でずっと歌ってるんです。うん、大好きな人、うん、でもこれじゃなくてね、私はもっとなんかねすごいね、もう瀬戸マイク全員がねその人の影響を受けたんだよ。まあまだあれなんだけど、あの共通カップリングの瀬戸マイクの曲がね、まだまあ公開されてないんで言わないけど、すごいねその人の、もうなんかその人の曲声を聞きすぎてね、もう瀬戸マイク全員でレコーディングしてる時みんながもうその人の歌い方になった箇所があって、私もうすごい笑っちゃって歌えなかったんだから、えみたいな
まあそれは瀬戸マイクの曲が公開されたら歌います。これね、しかもね、ダンスの振り入れの時ね、歌詞が来てなくて、なんかめっちゃ適当の歌詞で、なんて言うんですかね、秋元先生の歌詞が来てないから、その作曲者さんが勝手につけた歌詞で、そのまま仮歌の人が歌って、それでダンスを覚えてたんですよ。だからめっちゃ歌詞とかは絶対変わるよっていう体で来たんですけど、その歌詞が結構癖強くて、なんか大好きな人がさらば平成だったんですよ。だから私仮歌的に聞いた時マジかと思ったんですよ。でもそしたら、これは作曲者さんが適当につけたから気にしなくていいよって言われました。なんかすごい関西弁だったよね、全部。さらば平成ってマジかって、知らなくて、その時まだ歌詞が来てないことを知らなかったから、マジかよって思った。でもね、なんかね、そっちで馴染んじゃってたから、大好きな人が全然身に入らなくて、もうずっと頭の中でさーらばへいせいって頭の中でね、来てたんですよ、ずっと。その歌詞で聞きたい。いや、なんかその歌詞もいい歌詞だったんだよ、普通に。皆さんもね、まあ、覚えやすい振りなので、すごいサビとかぜひ覚えてね、船で踊ってみたらどうですかね。同じ場所で、車両の、車両交番のとことかでね。MV は船止まってる時も撮影してるし、移動しながらも撮影してる。踊ってるシーンは全部止まってるんですけど、他のシーンは海でもう風ボワボワで。まあ出航は冬だったから、出航よりはみんなの、その何ですかね、みんなのその機嫌、寒くないからね、よかった、爽やかな気持ちで。寒いとね、もう寒いってなるから。あったかくてよかったです。暑くなかったね。もうまあ梅雨前だったからモヤモヤしてたけど、空気が暑くはなかったかな。夢見る者たち、大切な。いや、そう、ファンの人がエキストラでね、来てくださった。多分エキストラだった皆さんはね、歌を知ってると思うんですけど、仮歌の方の歌も。くまさん、ありがとうございます。ありがたい。エキストラの人練習してた、その振付師さんが言って、こうやってくださいって言ってた。なんかペンライトの振り方とか、こうやって振ってくださいみたいな。すごいエキストラの方、大勢の方が参加してくださってて、120人ぐらいですかね。ありがたい。エキストラさらば平成聞いてたんだ。いや、その時はね、もう普通の歌詞だったの。そのダンスの振り入れの時だけ、そのさらば平成だった。もうMV 当日には、まあ、リップシーン撮影するから、もうちゃんとした歌詞は届いてたんです。